フードは、主にある土地の気候、気象、地形、地質、景色などの総称という概念で使われる用語である。英語では、クライメートなどが当てられるが、クライメートも日本語で言う、気候という意味だけでなく、風土、地方という意味も持つ。クライメートの語源は古代ギリシア語で、傾きという意味で、太陽光の傾きが、場所によって異なることから、気候という意味が生まれた。 また気候が変わると土地柄なども変化することから風土という概念も生まれた。しかし風土という概念を考える場合、単なる自然現象のほかに人間存在や歴史的、文化的な背景も考慮しなければならないことも多い。風土という単語は古代中国発祥の用語で、元来は季節の循環に対応する土地の生命力を意味した。天からの光や熱、 雨水などは土地ごとで異なるので、土地の生命力には差が生じる。この異なる生命力の下では、大元は同じ人間の性も様々な育まれ方をすることから、やがて、風土という言葉には場所ごとに異なる地域差を意味するようになっていった。二世紀になると、風土期と称した中国各地を記した詩書が見られるようになった。その後、 この用語や考えは日本にも移入され、奈良時代である和道6年には中央政府から諸国の国史に各地の風土記の編纂を命じた例は日本の歴史の中では知られているものである。日本では熱帯的気候と寒帯的気候が共存し、四季の明確な変化、多くの島からなる国土など様々な景観や気候変動を見せる風土から古来より、 風土感が育まれ、風土は日本人の生活様式や思考様式を探る原点の一つとして考えられてきた。その風土感は時代によって異なり、古代では自然と人間の身分離のアニミズム的自然感などが見られていたが、中世に入ると仏教に見られる、無常感が風土感にも見られるようになり、自然とは儚いものという認識が広まった。 近世に入ると封建制社会に中国の儒教的な自然観が加わったのと同時に各地域の風土性と人間の特質に関する考察が見られるようになった。この時期の風土論として一国記や日本水土港などがあり、これらは日本の自然と住民の特質を論じたものである。その後、蘭学の勃興など西洋の考えが風土観にも広がった。 明治時代になると、フード論を扱った書として、内村勘蔵の知人論、志賀茂鷹の日本風景論などが生み出された。西洋では古来より住民と自然との関係が論じられてきた。古くはギリシアのイオニア学派の人々が神話的世界観からの脱却し、土と水と空気と火の四つの要素で自然を捉え直し、それと人間社会や民族性などを論じた。 こうした議論の中でヒポクラテスは空気、水、場所についてで温暖な地域の住民の特質と、寒冷な地域の住民の特質と、さらに中間にあたるギリシアの住民の特質を解き、その中でギリシアの住民は勤勉で自主性に富み、独立性が高く、知性豊かであるので、アジアのような先制的生態は生まれないと持参的な主張した。 しかしこの考えは後世にも影響した。アリストテレスも政治論において自己賛美的に風土と政治形態との関連を考察し、南方の住民と北方の住民とギリシアの住民の特性論じ、その中でギリシア人は聡明で武勇に優れ優秀な政治組織を持つことができると説いている。いずれの場合もこの時代の風土論は 気候的な部分が優先されフードが人間に直接的な力を及ぼすという点が認められる。その後中世には進学の影響でフード論は一時衰えたが近世に入るとのフランスのジャンボ団ではその著、共和国で温帯、寒帯、熱帯などにはけそれらと政治との関係を述べている。同じくフランスのモンテスキューはその著、 気の精神でジャンボ団よりもさらに細かく地域を分けて気候と国家、国民性の間に密接な関係があることを論じた。ここまで来ても土地柄を規定する主因として素朴に気候が取り上げられ、風土がすなわち気候とみなされがちであるが、我々を包み込む全環境としての風土を包括的に体系化したのはドイツの哲学者ヨハンゴットフリートヘルダーであった。 ヘルダー著、歴史哲学の理念の中では、フードとは何か、そしてフードが人間の心と体にいかに関係するかが重要なテーマであった。著作の中でヘルダーは、土地の工程、その性質、その産業、飲食物、産業、娯楽、衣服などはすべてフードの描き出したものとし、人間にも動物にも植物にも固有のフードがあり、そのフードの外的作用を、 特有の仕方で受け止め、編み直すものであると説いた。すなわち、気候のみならず生活の様式や物の考え方が、風土の上にあるという考えを示した。ヘルダーは、こうした立場から、民族の個性などを、風土の側から捉えようとした。こうした、人文科学的な立場からのヘルダーの風土論は、後のヘーゲルの歴史哲学や、アレクサンダー・フォン・フン・ボルトや、 カール・リッターなどによる近代地理学の始まりに大きな影響を与えた。フード論あるいは環境と人間の問題は近代地理学においても重要なテーマの一つとなった。初期はヘルダーの影響を受けた近代地理学の父であるカール・リッターやその後のフリードリヒ・ラッツェルなどに見られる。特にラッツェルはダーウィンの影響の下で動物学を学んでいたこともあり、歴史を 進化論的に解釈しようとし、人間や国家あるいは歴史も大きな自然環境の下にあるとして、人間の作用に自然環境が及ぼすことを重視し、環境決定論者と呼ばれるまでになった。ラッツェルの環境論はアメリカのエレン・センプルやエルズワース・ハンティントンなどに影響を与えた。地理学者における風土の見方の他に、地理学者らによる各個別の各地の知識などの研究は、 各地の風土を把握する上で重要なものになっていた。風土論が展開されていく中で見逃せないのが、日本の哲学者、和辻哲郎が表した、風土である。サブタイトルに、人間学的考察とありハイデッカーの哲学にしさを、受け、歴史への視点を場所に移して論じたものである。和辻によると、風土は単なる自然現象ではなく、その中で人間が事故を乱出すところの対象であり、 文芸、美術、宗教、風習など、あらゆる人間生活の表現が見出される人間の自己了解の方法であるという。そしてこうした規定をもとに、具体的な研究例として1、モンスーンに、砂漠3、牧場を挙げ、それぞれの類型地域における人間と文化のあり方を把握しようとした。ツ辻のフード論はユニークなものとして受け入れられ、各方面に与えた影響も大きく後の、 比較文化論などに影響を与えた。フランスの地理学者、ポール・ビダル・ドラ・ブラーシュに、自然環境はただ人間の活動のための可能性を与えているに過ぎず、この自然風土に働きかけて文化、社会を構築する人間の能動的役割を主張した。しかしながら、近代地理学の動向は、自然的な思想家たちにとっては無関心なものであり。 フード論構築に対する影響は限られたものであった。特に、和辻哲郎はその著、フード執筆後、あらかじめ、ポールビーダルドラ・ブラーシュを知っていたならば、その論述も違っていたと述べている。ハット後の番にはこれに4、ステップ後アメリカを加えている。ありがとうございます。